阿蘇医療センターだより第11回は新年度についてをテーマにお伝えします。お話を伺うのは甲斐院長先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。4月から平成30年度がスタートしましたが、まあ、人事など新しい体制で新年度を迎えられたと思います。はい、今年度は新しく3名の先生方がいらっしゃったそうですね。はいはい、今回4月からですね、はい、今お話をいただいたように3名の先生を迎えることができました。うん、はい、まずお一人目が、循環器内科部長に宮本晋三先生が来ていただきました。はい、宮本先生は前任地が済生会熊本病院の循環器の副部長をされてた先生です。うん、でもう一方が、循環器内科に木村雄一先生が来ていただきました。うん、従来通り循環器の専門医が2人体制で対応できるように、なると思います。うん、それからもう一人、内科の、ドクターで佐藤智秀先生が来ていただきました。合計3名の先生が来ていただきましたので、医師としては、まあ、従来と同じように9名体制の常勤医で対応していこうと思っています。私はこの4月に、阿蘇医療センターに赴任しました宮本といいます。熊本市の出身で、大学を平成5年に、卒業しておりますので、今年で医師歴、26年目ということになります。大学卒業した後は熊本大学の循環器内科に入局させていただきましたので、熊本県内はもとより熊本県外でもですね、お仕事をさせていただく機会を得ました。で、ここに来る直近は済生会熊本病院に9年間勤務をしておりました。阿蘇医療センターには高度医療機器がたくさん導入されておりますので、特に私たちの領域でありますと血管造影室に素晴らしい機械が入っております。熊本市内と同じ機械が入っております。ですから、狭心症でありますとか急性心筋梗塞、これに対する、血管内治療、いわゆるカテーテル治療といいますけども、これに対する治療が当院で可能になっております。また、徐脈性不整脈などの病気に関してはですね、ペースメーカー植え込み術というのができておりますので、まあ、気になる症状がありましたらどうか、当科外来にですね、来ていただければというふうに思っております。私は医師になりまして、今や10年目っていう形になるんですけれども、もともと熊本大学の方を卒業しまして、でその後、国立病院機構、熊本医療センターさんですね、そちらとあとは熊本大学病院の方で2年間の研修を行いまして、で今所属しております熊本大学病院の循環器内科の方に入局してっていう形になります。でその後日赤熊本赤十字病院さんの循環器内科の方で、2年勤めまして、でその後大学病院の方にまた戻って、で、まあ、大学院生として、まあ、博士号を取得した後こちらの病院に赴任させていただいてっていう形になります。循環器疾患というのは非常に、やはり救急の、まあ、疾患が多いというところです。もちろん、夜間もそうですし、休日対応なども必要になる場面もあるかと思います。でただ、それだけじゃなくてですね、まあ、特に心不全の領域など慢性疾患の部門に入ってきますので、まあ入院を繰り返すそういった方もいらっしゃるわけですし、あとは、まあ、家に帰ってからのですねケアですとか、そういった、急性期治療のみならずですね、患者様のご家族のケアも含めまして、まあ、全人的な医療が求められるかなと思いますので、そこに、まあ、熱意を持って医療に臨んでいこうかなというふうに思っています。今ですね、私は今医師7年目となるんですけれども、初期研修医を熊本赤十字病院で2年間過ごさせていただきまして、その後熊郡公立多良木病院というところで2年間内科として過ごさせていただきました。その後去年までですね、天草市立神話病院というところで、内科として勤務させていただきました。医師7年目、今年から阿蘇医療センターでお世話になっているところです。実は私の祖父がですね、ちょうど阿蘇の一宮に住んでおりまして、まあ、96歳と高齢ながらですね、一人で歩いたりとか、認知症もない元気なじいちゃんなんですけれども、まあ、私の小さい頃からですね、一応この一宮、まあ、阿蘇医療センター周辺が生活区域でして、いろいろ阿蘇神社ですとか足を運んだり、まあ、近くのスーパーですとかに行かせていただいて、非常に馴染み深い土地でございます。まあ、育ててくださった、まあ、
お礼といいますか、恩返しにですね、医師7年目としてですね、何か地域の皆様に還元できればと思って仕事をさせていただこうかと思っております。今回は新年度についておテーマにお話を伺いました。今年の8月でここ阿蘇医療センターは丸4年を迎えますが、年々医療体制などは充実してきていると思いますが、いかがでしょうか。はい、まずその前に、この4年間は、私が院長と、それから、事業管理者という役割を担わせていただきました。で、この4年間は特に、急性期の患者さん、特に、脳卒中や心筋梗塞の患者さんに、ここ阿蘇の地で治療ができるような体制を、整備させていただきましたし、もう一つは熊本地震という大きな災害に対応できるような災害拠点病院としての役割も、担わせてうまく切り抜けられたんじゃないかなと思っています。今後の4年間、次の4年間はですね、新たな阿蘇事業管理者として、いくつかの目標を掲げています。その一つは、急性期の治療に関してはある程度の体制が整ったと思うんですが、それ以外の慢性期の疾患や、それから医療とそれから介護や福祉をつなぐような役割の病院作りをしていけないかなと思っています。また当院が阿蘇医療センターという名前を付けさせていただきましたけれども、このセンターが阿蘇市の医療のセンターだけではなくて、この阿蘇県域全体の医療や介護や福祉のセンターとなれるような仕組み作りを作っていけないかなというふうに考えています。さらに、がんの患者さんの治療に関して、今までなかなかこの阿蘇地区で、その治療ができなかったので、この阿蘇エリアでがんの治療のがある程度充実できるような体制も作っていきたいと思います。その中でがんサロンというのを、今度立ち上げることができました。このがんサロンというのは患者さんたちの会であって、がんの疾患を、患った患者さんたちがお互いに自分たちの治療の経験とか、そういったものを話し合う場にできないかなということで、第2木曜日の1時半から、今年の4月から、がんサロン笑顔という名前で、開催をしていくことになりました。ぜひそちらにも多くの皆さんに参加していただきたいですね。そうですね。はい。今回の阿蘇医療センターだよりは新年度についてをテーマにお伝えしました。どうもありがとうございました。